うら、こんにちは。します。青原姉妹です。どっちみたい。ゆかです。わかです。青原姉妹です。イエーイ。しゅんたさん、ペンライトありがとうございます。ありがとう。よく寝れましたよ。今日もいっぱい寝ました。ちょっとね、ラングラをしていきたいと思うんですけど、うーかさんを書きたいなと思います。思います。はい、私はね、今日は調べるために iPad を持ってきました。皆さん、あのうーかさん書こうと思うんですけど、皆さんの好きなうーかさんの衣装とかってありますか？ちょっと教えていただくて。あ、ちょっと真似しないでよ。ゆかたん、おはよう。ナングラってナングラですよ。ナングラです。うかさんの似顔絵を描くんですけどね。似顔絵を描こうっていう企画なんですけど、なんかありますか？あんとか。アモクロやって。あー、アーモンドクロワッサン、いいですね。何がいいかな。初めての星。あやみ来てる。あやみ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 来てくれてるらしい。そうですね、いいですね。アーモンドクロワッサン計画にしよっかな。かくん、こんにちは。描こうかな。色鉛筆とか用意してきました。でも若的にうーかさんといえば、なんかダンサブル。あー、確かに。さん、わかる。のイメージ。デイアットピューラーゾーン、ミラーオールありがとうございます。ダンシング、はいはいはい、ダンサブルさんめっちゃ好きなんですよね。わかるね。どっちを見たいですか？どっちを見てください。わかる、めっちゃ好きダンサブル、ね、ハワー君も結構ね、みんな書いてるよね。ハワー君期待はかも。他にどんな、ウィルソンさん、お花ありがとうございます。あー、どうしよう。探したい。姉妹仲いいね。仲いい。うん、そうやな。じゃあリカワにしようかな。うわ、こちょこちょ。横の人にこちょこちょお願いいたします。くにさん、かわいい、ありがとうございます。仕事頑張ってください。とちょっと、どうしよう。うーかさんの2かこ、炭酸せんべいさん、たこさん、ありがとうございます。イエーイ。衣装かわいいですよね。クイリンがダンサブルの衣装のうーかさん描いてよ。そうなんだ。なるほど。うーかさんといえば初めての星の銀色の衣装のイメージがあります。確かに、わかります。初めての星ですよね。あの衣装めっちゃ好きです。めっちゃキラキラしてて、めっちゃむず難しそうやけど、これが来た。ソルジャーさん、だるまさん、ありがとうございます。ありがとう。わかったん。ハート、ありがとうございます。頭皮見えてる。あずまいしさん、たこさん、ありがとうございます。メールに返信できなくてごめんね。全然もう見てくれてるだけで嬉しいよ。ゆうちゃん、たこさん、ありがとうございます。たこたこ。じゃあどんなドッキリや。絶対バレるで。わか、もうゆかには嘘つけないのよ。スティッチさん、たこさん、ありがとうございます。絶対に嘘ついてるやろってバレるから。ひまわりと緑色を使えばなんとかうーかさんにメール説。確かに確かに。ごめんね。やっぱひまわりを書きたいよね。ひまわりとハワー君。はい、じゃあアーモンドクロワッサンのすごい。やばい子。ねえ、ゆかの方行ってるでしょ。なんで？こんなちょっと暇みに。くにさん、ペンライトありがとうございます。じゃあアーモンドクロワッサンの衣装早速描いていきたいと思います。そんなにこちょこちょしてほしいのかい？あなたにしてあげるよ。こちょこちょ。あなたにしてあげるよ。どうしようかな。
ヨガしてるね。いいね。ヨガ、ヨガってめっちゃこういうの。小さい頃からこちょこちょめっちゃ苦手なんですよ。すぐ笑っちゃうから。ね。やめてよ。今のいいのやった。え、次の公演当たったらおっぱんちゅうさぎの願い持っていくよ。わあ、ありがとう。おっぱんちゅうさぎほんま好き。な、おっぱんちゅう可愛いよね。ほんまに好き。おっぱんちゅうも好きですね。パンチュー、おっぱんちゅうさぎ。どっちがゆかさん？私です。妹です。お姉ちゃんの若田です。若田です。じゃあうかさん描いていきたいと思います。ねえ、何の絵にするか決まってない。ちょっと。四コマ描いてダンスして。青い方、そうです、青い方です。むずいね、どうしよう。じゃあ、いろんなうかさん描こうかな、ちょっと。あ、確かに、それもいいね。じゃあ、うかさんの特徴的なところって、白い方はうかさん、白い方はお姉ちゃん、わかったんです。青原わかです。私はうかさんじゃないですよ。黒島さくらさん、さくらさん来てくださって、あー、ありがとうございます。嬉しい。じゃあ4コマ。チーターは永住税から心配はしてないけど、お姉ちゃんの方はてんてんてん心配されてるよ。任せてください。任せてくださいので。ありがとう。ちょっとうーかさんのこんな感じでチャームポイントとかって4コマにしたいと思います。皆さんどんなところだと思いますか？なんか特徴的なところとか、どこやろ。顔ってこと？うん、お目目が大きい。確かにめっちゃ可愛いよな、ほんまに。もう初め見た時からさ、めっちゃタイプな顔。可愛いよね、めっちゃ素敵な、なあ、優しいし、笑顔がめっちゃ好き。お顔から優しさが出てるよな、ほんまに。めっちゃ優しいな。チータンがはがきたい。じゃあちょっとね、でもチータン描いたら無言なりですからさ、めっちゃ。ええわかもよ。真剣に書いていきたいと思います。真剣に。タンサブルさん、じゃあ、あのリクエストっていうか、あの好きと言ってくださったアーモンドクロワッサン計画の石を書いていきたいと思います。ありがとうございます、嬉しいです。じゃあ書いていきます。テテテテテテン、レッツスタディーング。 I'm going toドローリングあ、ピクチャー。ほんまに姉妹さんです。本当の姉妹です。似てますか？似てますか？似てますか？これなんかカメラの角度がなんかあるよな。どうしよう、ちょっと待って。やっぱ倒れそう。いけるかな。よいしょ。うーかさんが髪の毛長い時の、すごい、3台の端末で姉妹を見てるやって。青原姉妹の丘におる。3枚の端末ってすごい。すごい、ありがとうございます。嬉しいな。目が似てるやって。あ、目、似てる、嬉しい。よくなんか口が似てる。あ、確かに似てるかも、うん、分からん。双子ちゃん姉妹です。姉妹です。妹で4個差です。うん、はい。じゃあうーかさんポニテのイメージ、確かにポニーテールもよくされてるイメージある。確かに確かに、いろいろ出てきちゃった。わ、難しいな、緊張する。ちょっと、かもね、ほんまにさ難しかったわ、うん、難しかった、うん、めっちゃ難しかった。いやでもやっぱ分かってくれてよかったよ。うん、まあ姉妹やからな。よかったわ。ああ、休戦協定の衣装めっちゃ可愛いですね。まあ休戦協定可愛いよな。じゃあまずは輪郭を。なんかうーかさんってほんまにどの衣装も素敵すぎる。急にマガジマイ。マガジマイ描いてる時真剣やから。ほんまや。ね、ほんまにカモネギが正式に良かった。取り直しないね。恥ずかしい。あのメイクさんに最近ずっとなんか会うたびに、うん、なんか焼けてきてないって言われて。
あの焼けてるみたいです、頭皮。恥ずかしい。隠しとこう。隠せるもんない。無理やろ。どうやって隠すんよ。映るからここ。あそこ。いや。お姉ちゃんのお部屋が丸見えになっちゃうわ。ちょっと待って、ぐちゃってなっちゃったよ。ちょっと輪郭ここ、輪郭輪郭。まず練習にね。下書きからスタートするのね。はい、そうですね。黒はよかったね、ローマ字で打つ派なんですよ。ちょっとじゃあ英語でこう書きますね。 iPad ってなんでか知らないんですけど、英語でなんかローマ字変換しかできなくて、いつもめっちゃ困ってるんですよ。難しい。うん、そう。消しゴム計画。自分も忘れたので取ってきます。じゃじゃあ、あそこやね。よいしょ。あ、なんかよかったんだけになっちゃった。ちょっと困っちゃうな。わー、やっちゃった。え、なに、目と待って、いや、映ったかも。わー、オーマイガー。ごめんなさい。ごめん。え、外カメだった？うん、外カメっていうか回転しながら倒れた。天井だったのでセーフ。よかった。皆さん今のは忘れてください。ちょっと、あ、冷や汗かいた。ちょっとここはちょっとね、時を戻そう。飛んだら戻るかな。時をかける少女めっちゃ好きなんですよ。はぁ、やばい。10秒前、今皆さんはまだ何も見ていない状況です。誰も YouTube 載せないで。ここは皆さんと私だけの秘密です、今のは。はい、よいしょ。輪郭を描いていきます。これやんな。こんどころだっけ。こっちかな。リカバの方。これを、これが改めて本物のあれ。ああ。そっちか。こっちじゃなくて。うん。あ、そうなんや。ちょっとこれ動画あるやな。こんどころさん。ちょっと聞いてみよう。うかさんの輪郭をまず描きました。見えるかな。ちょっと全く見えへんな。あ、ちょっとペンで描こう。これですか。この衣装ですか。いいかな。じゃあこれを描いていきたいと思います。とりあえず魔法で消しておこう。キララランキララララン。わーてってれー、一生巻き戻し。レイニャ呼ばな。レイニャ呼ばな。レイニャ。ありがとうございます。恥ずかしい。じゃあ、ゆかたんが事故っております。はい、事故りました。はい、じゃあね、書いていきたいと思います。私はうかさんのおろしスタイルを書いていきたいと思います。こんにちは、こんにちは。これペンじゃないと。そう、レイニャ、あのめっちゃドラえもんのね声、吸気性のな、初めての新春特別ライブ、うん、吸気性特別ライブか、あのあれでさ、そう、あの公演で、あのレイニャが初めて皆さんとお会いするときに、あの自己紹介でドラえもんの真似が得意って言って、なんか何でも言ってくださいって言ってな、うん、好きな食べ物何言ってたら、てってれー、辛いもの。それや、めっちゃ面白い。めっちゃ覚えてる。あれが忘れられへん。あれが好きすぎて、その時確かあの私舞台裏で待機してたんですけど、うん、もうずっと笑ってました。もうレイニャ最高みたいな。ほんまに最高すぎて、ほんまにもう一回してもらいたいな。もらいたいな、うん、
でもなんか最近さ MC とかで話しててもさ、なんかドラえもんに聞こえるような声が、なんか元の声が似てるくないですか？確かに若だけかな、そう思うの。いや、お姉ちゃんだけちゃうとか言って。だからさ、うん、ちょっと笑いそうになる。かわいそう。じゃあなんかこの前のなんか MC でさ、うん、めっちゃ面白かった。なんか、あの変なレイナが仕切りの時にさ、なんか話し方がめっちゃ面白かった時があって、あ、アリアンな、コエリンがめっちゃ突っ込んでたやつやんな。そうそう、MC のそう振り方の、どこのアトラクションの人やねんみたいな振り方、そうおもろくて、ちょうど見てたよ。その時がほんまにドラえもんの声に聞こえて、確かにちょっとめっちゃ笑いそうになって、それも相まって面白かった。うん、ドラえのんの声検証にされるドラえのん、ウォー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 イエーイ。ちょっと待って、これこのうかさんか、こうダンサブルなんて書いてあるんだよこれ、すごい。おっとっとっと、めっちゃさ可愛いな衣装。めっちゃ下向いちゃってた。ちょっとね、今熱心に書いて、ちょっとロングの髪の毛だけ今書いてます。初見です。初見さんありがとうございます。ゆかたんです。9期生 NB48 9期生のゆかたんことあばらゆかです。よろしくお願いします。お願いします。レイニャの声はドラえもん確かにでもレイニャの声好きよ、うん、なんかさ、ちょっと待って、ちょっと待って、何早速さ、なんかあれじゃない、なんか輪郭輪郭おかしい。なんか輪郭結構うまくいったと思ってんけどな。ほんまに分からへん。お姉ちゃんがうまいと思ったらそれがうまいねん、きっとちょっとアーモンドクロワッサン計画流してもいいんかな。いや、あかん、あかんの、うん、オッケー、じゃあ流しますね。ちょっとこれ衣装を見るために流したいです。かきっぷりが手慣れてるね。全然手慣れてないですよ私。お姉ちゃんのカモネミックスすごかった。わかね、また新作を。そう、楽しみにしててください。楽しみです。ね、もう美術の宿題今まで1位がやってきてるからな。いや、そうなんよ。あ、かわいい、ゆかさんめっちゃ。めっちゃかわいい。え、見て見て、めっちゃかわいい、ゆかさん。かわいい。かわいい。すごい。めっちゃかわいい。ね、この。衣装がさ素敵よな、またなんかレクアワの時のウーカさんを見てます。今かわいいで、衣装がこっち側手が映った、あ、映った。なんて書いてあるのこれ、 B、 あ、 B、 B2、 B2 って書いてある。一瞬止めた、はっ、あ、違う。いや、ほんまに美術の宿題ほど辛かったものはない。そう、でもゆかが書いてくれたおかげで、あの成績はいつも5でした今だから言える話。感謝してよね。感謝です、ありがとう。いいよ。あ、なんからね、はさすがに私が書いてますよいや、実は私が書いてるんですよ。なんでやねん。おお、ツッコミいいやんなんでやねん。ふわふわ、どうも、私 NMB48 の渡辺真由と申します。なんでやねん。ナンバが好きやめっちゃ好き。ナンバが好きなんや、うちらの街からアイドルが生まれるやね。おちゃんも見ててや、おちゃんも見ててや、輝く日本の星になってみせるで。ナンバーに咲く NMB48 トゥルトゥトゥトゥハッハットゥルトゥ。ここめっちゃ好き。うん、わかる。トゥルトゥトゥトゥハッハットゥルトゥ。あ、くにさん、ミラーボールありがとうございます。ありがとうございます。絵に集中してください。はい、すみません、集中します。集中モードです。進みませんからね。草草草のポーズ。草
ちょっとさ、なんかもうさ、事故ってる。事故？もうお姉ちゃんの絵が早速事故っちゃってますよ、皆さん、ね、困りです。私もうなんか輪郭から下手くそな人の典型らしいです、これ。なんかさ、もうやばいなんかどんぐりやめてくださいよ、輪郭ですよ、輪郭。あかん、やばいな、ちょっと。ちょっと待って、面白いで、これは。うかさんはどうしよう。私が見てる今の写真はね、あの髪巻き下ろしなんですよね。どうしよう、あーでもポニーテールも可愛いよね、ポニーテールのうかさんもねえ、みんなひどい、ハンバーグとかフリボーとかひどいって顔やって、完成したよ、交換してツイート。いや絶対ちゃ逆やろってなるよ、もうすぐにあ、5って書いてあった、 P2 じゃない？え、そう、あのね、4コマにしようと思ったんやけど、消しゴムある？ウーカさんのね、下のなんて体を描きたくて、4コマでここ体描くってなったら多分もうすっごいちっちゃくなるから、3コマにします、3コマにします。これあれやな、区切る線も団子みたいで草やって団子みたいで草、団子ちゃん団子三兄弟、じゃじゃ、私は次女お姉ちゃんは長女。そんな歌あった？団子三兄弟の歌全然知らん、ね、団子三兄弟じゃんじゃん、弟思いの長男次男、これ消しゴム入ってるよ、兄ちゃん。これこっち、あ、ありがとう。ちょっと髪の毛を B2 やと思ったら5って書いてましたね。え、難しい、どうしよう、髪の毛助けて。どうしたの？やばい、これねえ、これやばい、ちょっと衝撃的です、皆さん、これは衝撃的な事態です。これは巻き下ろしやから、ちなみに、ちなみに言うと、マジで、うん、ちょっと面白いわね、いいセンスしてるわよ、あなたそう、日が見えちゃうので背中を向け、背中をつけてします。確かにスリーの背中、うん、ちょっとそこにもう顔しか映ってへんやんこうやって描いたらいいんですかね。ちょっと皆さん、私ね、絵の描き方教えてください。やばいよ、めっちゃ髪飾り可愛いですね、これ。うかさんどうですか？なんとも言えません。でもこれもうちょっとうかさん髪の毛長いよね。まあ、お姉ちゃんの若たんワールドが出てていいと思います。頭皮見てたの、視線感じたんやろうかって感じました。恥ずかしい。感じちゃいました。ちょっとね、今書いてる。髪型から描いていくスタイル。どう？めっちゃ上手。かわいい？いや、さすがやわ。さすがです。ありがとうです。そう、丁寧に描いてるので、はい、絵心はなくても心を込めて可愛く描かせていただいているので、いや、ここは棒人間にはできないです。あ、広告入っちゃった。スクショしたらいいやん。うん。え、あれ画像なかったの？そう、画像がさ、なんかなくて、あ、これかわいい。よいしょ。眉毛も茶色か。パワーアップなったんですね、これ。アンモンドクラスティック。リカワの時。じゃ、もっと前髪長いか。
お、ちょっとぽくなりました。ちょっと今途中経過です。ペンで書いた方がいいんじゃん。鉛筆見えへんかな。あとで上書きしようと思って、うんうん、わあ、目緊張するな。わかる。ね、感じよな。先に鉛筆で書くはちょっと緊張する。うん、目は大きく。ちょっと。消しゴムちょうだい。めっちゃレインボーで可愛いし、めっちゃ上手やな。やっぱりなんでしょう、この姉妹での絵のセンスの差は。どうしてこんな風になってしまったのでしょうか。皆さん教えてください。ネクタイ描いてます。てれーん。目はてんちゃんのナングラ、プロの切り絵、すごい。え、見たい。てんちゃんとナングラ、なんかすごいらしいよ。え、すごっ。ゆかたん、なかなか上手ですよ。まだ体を描くスペース、一応考えてますよ。ここに描こうと思ってます。絵のセンスをお母さんの中に置いていってしまったんやな。そうや、絶対にそうや。やはり絵のセンスは遺伝もある。やって、そうよね。パパうまいもんな、絵なあ。父さん上手なんですよ。パパの血を引き継いだのね。急にゆかたん接近モード。わあわあ。まつげはギュインギュインに ねどう？笑わないでよ。いいと思う。なかなか。みんな可愛いって言ってくれてる。優しい。ありがとう。やっぱり笑ってるゆかさんを描きたいね。え、ゆかさん推しになってもいいですか？なってください。ありがとう。少し席を外します。了解です。また戻ってきてくださいね。どうもこんにちは。妹ちゃん可愛すぎるのでよろしく。あ、よろしく。ありがとう。ゆかちゃんうまいな。嬉しい。突然変異でピカソ的才能が開花するかもって。お姉ちゃん、え、ほんまに大丈夫？まだ希望はあるよ。希望はありますか？希望あるよ。希望はあるかな、うん、安心したまえ。ゆかたん途中経過、結構頑張って書いてます。
姉妹推しは嬉しい、めっちゃ嬉しいです。嬉しいです。公演とかでな、3色ペンライトしてくださる方もいらっしゃって、うん、もう嬉しいな。嬉しいです。もう青バラキを押してくれてありがとう、ありがとうって感じです。ちょっとヨカタン見れたし京都行ってきます。おしゃーい、頑張ってね、お仕事。ちょっと待って、口難しい、口ちょっと待って、口ちょっと待って、これ見てください、お姉ちゃんの口むずい渾身の作品です。素晴らしいね、これはなか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 いいじゃないですか、ね、むずい。まあそういう時もあるよね、やっぱり。ちょっとこれさ、うん、難しいよ、まあ、人生っていうのはそういうことですよ。そういうことだよね。はい、やっぱり絵師になれるやって、めっちゃ褒めてくれてるよ、みんな。若たんらしい、絵師になれる、上手。優しい。あ、ちょっとあって書いてくれてもいいよ、やっぱり皆さんは。あやって、あ、はい、頭に焼きそば乗せてるみたい、ひどいな。これは巻いてるんですよ。いや、ちょっとよかった、お腹空いてきたからちょうどいいかも。焼きそば、めっちゃ可愛い、ゆかさん、なんか可愛いよね、このゆかさん、可愛い。どのゆかさんも可愛い、ほんまに。いや、ほんまにやばい。可愛いな。いや、あえてもう唇は笑うわ、もう唇は笑う、唇は笑う、何言ってんやろ。あの、唇を描かずに笑うことにします。私の口の描き方がほんまにちょっとセンスがないので。あった、あった、あ、ごめん、使おうとしてた。はい、ありがとう。わかたん、グッズにしよう。私が絵ですか。いいんですか。いや、グッズになれるほど。皆さん買ってくださいますか。あ、やっぱこっちの方がいいわ。こっちの口の方が可愛い。ちょっと口ビル難しいので、この柄難しいな、細か。何書いてんのこれ。生誕っていうのは今から不安です。お前や、どうしよう、生誕っていい、お前や、どうしようだよ、ね、あえて。でも、もうこういう感じのさ、ちょっとピカツ系目指そうよ、お姉ちゃん、うん、もう目指していこうかな。自画像描いてさ、うん、お姉ちゃんの自分のピカソ系アイドルみたいな。ちょっとよく言い過ぎじゃないそれは。頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう、うん、これからまだまだいけるよ。生誕時写真にしとき。いいやん、お姉ちゃんの写真。あー、もう私あれなんですよ、似顔絵系がほんまに一番下手くそで。確かにね、なんていうの、図形とかなんかそういう、なんていうの、カクカクしたものとか、うん、そういう、なんていうの、そういうのは得意なんですよ実は。けど細かい系のね、これこういうのとか得意なんですけど、そう、似顔絵がほんまに一番下手くそなんですよ。こっそりお姉ちゃんだから。頑張るけど、生誕期はゆかたん担当で、いや、若の生誕期は姉ちゃんとは書けますよ、自分で。文字だけにしとこう。まあ、お姉ちゃんは、でも一応お姉ちゃんも、うん、まあ、まあ、なんか、まあ、てて、どうな、え、一応さ、アイデアうまいやん、うん、アイデア、アイデアうまいと思うよ。どういうこと、アイデアはうまい。なんか卒業証書の、うん、違うな、卒業アルバムの表紙の写真描くときに、うん、構造がすごい良くて、あ、構造はな、そう、うまくて、だからそれは評価されてたから、まあ、な、絵はありかもしれんけど、うん、めっちゃフォローしてくれる。なんかアイディアとかは上手だと思います、うん、ありがとう。はい、必死のフォロー、必死のフォローありがとう。必死のフォローしちゃった。ありがとうございます。ちょっとよかったん、でもこんな大きい絵描くの久々かも。授業中ちょっとさ、ノートにピピって書いてる気がするけど。なんかさ、絵が上手なさ人って、授業中とかさ、そういうなんかなんて暇な時に絵を描いたりするやんか、言うかもやけど、うん、僕はさ、そういうのとかほんまに絵が苦手な分、そういうの全くさ、したことがないからさ、だから絵が成長しにひんのかなって思う。もっと
いっぱい買いたいんかな。聞いてる？あ、ごめんごめん、めっちゃ集中してた。ごめんね。けど集中してます。ゆかたん集中中ですわ。こっそりお姉ちゃんに似顔絵描いてって言われたから描いていた。わかったん。わかった。それ何の衣装？ジュニちゃん。お、セーラー服？なんかリクエストあったのでお姉ちゃんに描いてきました。授業中絵描いてたら先生注意しに来たけど笑われて帰ってしまった。めっちゃおもろい。どんな絵描いてたん？え、でも多分若も同じになる気がする。若も真剣に絵描いてって怒られて見られたら 笑われるタイプだと思う。いやーまあ、うん、銀にこれ。お姉さんも集中して。はい集中します。はい集中します。すいません。もうさちょっとだんだんさ話がな、そう話が楽しくなっちゃって、盛り上がってきちゃって皆さんとの話が楽しい。気づいたら夜とかになっちゃうからダメダメ。ああ頑張ります。あ、ちなみに今日あ、また話したもうさ、ゆかたんずっと来ないね、家で。うん、こんなえ、あの、聞いてください、皆さん。あの、ゆかが勉強してる時にゆかの部屋に入ったらずっと話しかけてくるんですよ。やばいよな。そう、だから話止まらんね。ほんまにあかんねん。ごめんね。集中しする時は、二人でおったらずっと喋っちゃうから。そう、あかんねんなって。あかんねん。そう、昨日も言われたな。もう部屋二人とも離れなさいってな。勉強できへんからさ、怒られるっていう。よかった今テスト期間なうなんでね、ちょっともう怒られてました。ピース。ちょっとやばいよ、体の話。ちょっと待って、ピース。なばかにゃさんの似顔絵思い出しちゃう。バカニャさんの似顔絵、あれは結構なかなかあれよ、自信あるっていうか好きよ。自分で言うのもなんやけど。いいと思う、その自信は。自分も好きよ、結構。ピースってどうやって書くの？あれ、あれ、出かける時間になったので失礼します。またね、ありがとう、来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ごめんね、ちょっとごめんね。一瞬、このピース、ピース、これ分かりますか？ピースってのあ、ごめんなさい。ちじ遊んでた、画用紙使った。ピースむずい。ゆかたん、おしゃべりゆかたんです。おしゃべりゆかたんです。唇にバッテンつけたかね。リップついちゃった。体のバランスおかしない。むずい。バランス、こんにちは。バランス感覚求む。ちょっとね、手が込んでしまった感覚とか。手を下ろしておこうかな。ダンサブルとか。ウーカさんといえばヨガって感じもしたな。そう、なんかヨガでもよかったかも。だからあれよ、これヨガしてるウーカさん描くよ。え、そうなんで、ここにハバー君描こうと思って。なんてこった、うまっ。ちょっと腕って地味に難しい。優しさの稲妻があれな、9期生の人狼の時のさ、うん、寝てる時に流れてたよな。自分らカッコ仮寝てるみたいな。カッコ仮？何あれやん、人狼でさ、みんなが来てる、うん、最初の流れてた。踊りそうになったもん、ほんまに立ってヘッドホン目隠しつけたもん。はい、消しゴム？ありがとう。あれ、落ちた。あ、ちょっと待って、ちょっとこれあれにしようかな。あのさ、これねえねえ、んこれどうしたらいいと思って
あ、ダメダメダメ、付け足したらさ、あ、書いたことになるか、ダメか、ダメ、これこう、うん、これピースでもいいかな、それともさ、正解、両手ピースにしたらもう頭はさ、組んでる、組んでる、踊ってる風にするとか思うピースしながら、うん、ここ、あ、そういうこと、こう、あー、もうこれはどう思いますかこれ、今私ちょっと鉛筆なんで見えないですけど、今手がこういう状態なんですよ、うーかさんの手がピースにこういう感じか、こうなんかこう踊ってる、踊ってる感じか、どっちがいいと思いますか皆さん。これピースでこうか、こういうなんか踊ってる感じか、どっちがいいと思いますか。ちょっと足がいっつりそう、よいしょ、ちょっと手にさまよってる。そんな難しい道を選ぶのねこんにちは、踊ってる感じ、踊ってる感じで躍動感ある感じ、踊ってる、踊ってる時、じゃあやっぱピースじゃない方がいいか、じゃあちょっと待って、ピースやめよう、踊ってる風、踊ってる風の手ってどんなんやろ、待って、死んだほど手長くなっちゃったもうどうなってんの、やばい、これさ、うん、あれよ、ここにさ、うん、袖がだってこっちになってさ、こうないとおかしいやん、あ、そうかそうかそうか、こうやってやったらさなんかもうこんなになっちゃうよ、さらにこうこうやんな、だからあの踊っちょ、手を短くしちゃうもん、書こうと思ったら手がなんかめちゃくちゃ伸びちゃいました、やばい、これこれやばい、どうしよう面白いわね、見てください、これよりやばくないですこの手、ちょっとやばい、どうしよう、ゴムゴムの実を食ったんか、待って、もう1時間経つ、どうしよう、マジでほんまにやばい、いや嘘やん、ちょっと待って、全然かかれへんかったの1時間、ちょっと、え、だってまださ、いろんなもの塗るんだよ、あの完成は多分あのちょっと厳しいので、もうこんな何時間もかかっちゃうので、そう、公演がね始まっちゃうのでね、皆さんに公演を見ていただきたいので、1時半までには絶対に終わりますイヤリング身につけてはめる、こう、すごい、このアーモンドクロワッサンの衣装のうかさんさ、この時からイヌズママークのイヤリングつけてるよ、すげえ、予言やなこれは、すごい、音符ちょっと踊ってる風だ、あ、また頭皮見えてたかもうーかさん実はゴムゴムの実の能力者やって、そうかもそうかも、そうかもしれない、うーかさんはゴムゴムの実を食べちゃったんですよ、え、でも結構良くない、さっきより見て、うん、いい感じいい感じ、うん、腰をなんか頑張りが伝わります、お姉ちゃんの そういえば昨日ショップでライブグッズの再販あって、前日から夜滋賀から突撃したすごい、ありがとうございます、滋賀からすごいね、ライブグッズ嬉しいね、ね、嬉しい、あ、髪の毛の分け目は分かったんが稲妻みたい、いや優しさの稲妻ここにありました、優しさの稲妻わかちゃん、はい、ゆかちゃん、はいちょっと待ってでもいい感じですよ、さっきより、私も頑張って書いてます、ペンでこのね、ここの柄がねちっちゃくて分かんないんですよ、細かい、めっちゃ素敵な柄なんですけど、
なんかちっちゃい柄が。何やろこれ。すごいね。なんじゃらほいだよ。なんじゃらほいだよ。ダンサブル。何やろこれ。ほんまに何やろ。ダンサブルさん。また直すよ。あ、これいいやん。ヒョウ柄ですね。これはさ、うん、結構時間かかるね。意外とね、うん、難しいね。ちょっと、ちょっとゆかたんがボサボサ。ああ。まあそんなこともあるさ。そんなこともあるよね。ごめんね。ごめん。ゆかさんの手が。ごめん、ごめん、はーごめん。修正テープはどう？うん、いいよいいよ、後でやる。ごめん。これは、あのゆかさんの肘がお姉ちゃんのマーカーに激突して、あのうかさんの手がぐねってなっちゃいました。申し訳ない。いい感じじゃない？結構結構いい感じな気がするんやけど。なんでお姉ちゃんのやつこんなさ色でやん。でこの私が見てるこのデニムパンツはダメージが入ってるのでダメージを書いていきたいと思います。ダメージ書くのめっちゃ難しい。結構ぽくなってきた。ダメージ足に穴開いてる。ダメージパン、足に穴開いてる。だってダメージパンツだからさ。そっか。ダメージパンツなのでね、これは。青持ってる？うん。あ、今使ってる？ね、いいよ。頑張ってください。ありがとうございます。ちょっと変化してきました。どうですか。ありがとう。これはダンサブルさんで踊ってるウーカさん。ちょっと稲妻加工。赤色男。赤？これ。超小っちゃい。色鉛筆これ。ここに。ごめん。やっぱ稲妻ですよね。優しさの稲妻なので。稲妻の書き方が急にわからんくなった。あらまあ、稲妻。こんにちは、こんにちは。ちょっとしばらく下向いちゃっててごめんなさいね。今ゆかたん柄の絵描いてる最中です。うるかさん、よいしょ。稲妻。お、結構味が出てきました。あの黄色ちょっと映りにくいね。うん、ありがとう。埋まっててくれてる、うん、嬉しい。頑張っちゃうぞ、頑張っちゃうぞ。真剣に描いているのでね。はい、ちょっとね、これは大事なので、ね、大事なウーカさんの絵なのでね、頑張らなければ。正探偵
の不安をされてる方がたくさんまあどうにかなるよね。うん、あの顔を高からあれなんですよ、ちょっとやばいんですよ私。最悪若田の生誕期は時給1500円で浴衣に依頼いやさすがに私が頑張りますよそれはそやな。まああの多少ねあれでも、うん、愛してもらえるように頑張ろうそやな、愛してもらえるように。うん、ちょっとできてきました。はじめまして、はじめまして、見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます、ありがとう。はじめまして、多少あれでも、そうです、多少あれでもアイデアお姉さんでデザインを浴衣お願い、浴衣の生誕期が楽しみです。楽しみにしてくださいみんな。もうあっという間にお誕生日まで1ヶ月切っちゃいましたね。早い、1年で早いですね本当に。去年の誕生日何したっけ一段、うん、去年の誕生日なんかしたっけ。誕生日、うん、なんかあったっけな。いやなんか覚えてないなあんまり。何したっけ去年の誕生日去年の誕生日なんかおととしはなんかサプライズしてくれ、部屋にバルーン入ってくれて、うん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 、去年なんかしたっけ。去年ケーキ食べ、あー食べたね、毎年食べてる、うん、美味しいなケーキ。あとの2コマはハワー君とヨガしてるウーカさんを描こうかなって思ってます。ありがとうの、嬉しいのちょっとハワー君は絶対描きたくてよか。でもこれさ、ハワー君がハワー君じゃなくなりそうなのよ、どうしよう大問題だよそれは。なかなかな、ハワー君鉛筆とかあった。ハワーくん、いろんな色が使われてる。ハワーくんめっちゃ可愛いね。マッチョなハワーくん。ちょっと待ってね。やっぱ顔は丸いのでね。ちょっと待って、もうちょっと顔大きく描こう。ハワーくん。うん。消しゴム貸して。可愛いな。ほんまに笑顔が素敵よ。可愛すぎる。このアーモンドクロワッサン計画の衣装をよく見たら NAB って書いてありますね、衣装に。ほんまや、めっちゃおしゃれ、かわいい。ゆかたん最近主人でさ、うん、悪い評価取った。主人苦手やねん。絵は得意やけど主人は苦手なのか。そう、悲しい。そんな時もある、あるよね、うん、そんなこともあるよ、うん、なんかよく分からへんねん、字が。なんか字は分かるよ、なんか昔の字やってみ、今こんな象形文字、象形文字見て、そう、なんか馬描きましょうみたいな。なんかもやった、やった高校の時、なんかもう馬じゃない馬描くみたいな。なんだこの馬みたいな。なんかさ、そういうの方が得意やったほうが、そういうのが、あの字じゃない方がさ、なんかくるってしないとあかんやん。あ、象形文字書いてくださってる方いる。象形文字、え、象形文字すごい打て、あ、え、あるんやん、すごいね。そう、一回集中したらさ、しばらく喋られんくなっちゃうね、自分のさ、世界に入っちゃうの。ごめんなさい、無言で、本当に。やばい、スカート白いから、いつ、インクついちゃう。待って、結構ハワーくん上手じゃないのか。ハワーくん、あ、うまい、ハワーくん、ハワーくんいいやん。ハワーくんはうまくかけた気がする。最初からハワーくんにするべきやったかな、もしや、お姉ちゃん。うん、間違いない。あ、ごめん、ちょっといい、うん、
え、ハワくん結構上手くないですか？皆さん見えますか？ハワくん、ハワくんの才能はあるかもしれん。だハワーくん、ハワーくん上手いですよね。意外とハワーくんは自信ある。ハワーくんに自信あり。やった、ハワーくんは上手いって言ってくださってる方がいっぱいいる。嬉しい。いいやん、おめでとう。ついにもうハワくんだけにしとけばひどい。いや、これはウーカさんも私は書きたいのでね。だって口さ、なんか口なぞったらなんかちょっとあれになっちゃった。一旦ギフト読んでいこう。皆さんいっぱいありがとうございます。こうさんかわいい、ありがとうございます。ついやさんハートありがとうございます。ダニエルさんハートありがとうございます。ありがとう。あ、くしゃみしそう。またやばいやばい、セーフ。ジャパンジャパン前さんハートありがとうございます。ありがとう。ちくわドーナツさん、タコさんありがとうございます。私めちゃくちゃハワーくん、ちくわドーナツさんハートありがとうございます。ハート、え、どう？ダニエルさん、ねえねえ、どう？あ、かわいい。クマさんありがとうございます。クマ、クマ上手くない？ちょっとハワーくん、ハワーくんの才能はある気がするぞこれ。ユウさん、ダルマさんありがとうございます。ブルー、ダニエルさん、ダルマありがとうございます。ありがとう。え、いい感じよねこれ。ちょっとツヨさん、ハートありがとうございます。これ上手くない？カバンヤンさん、ハートありがとうございます。ハート、いいよねこれ。富士さん、だるまさんに、ずっとこれにしようかな、これ。ずっとこれのしてこかな。ちくわドーナツさん、ハートありがとうございます。どうしようか、あとつゆやさん、だるまさんありがとうございます。まーぼさん、かわいい、ありがとうございます。乗せたいんやけど。炭酸せんべいさん、かわいい、ありがとうございます。ポーズが難しいね。まーぼ、ハートありがとうございます。ダニエルさん、だるまさん、ありがとうございます。ありがとう、うん、じゃあまた戻りたいと思います。あずまいしーさん、たこさんありがとうございます。たこダンス、ダンス、はい、たこダンス、はい、だいぶ今書いてますよ、ね、え、結構いい感じじゃない？遠目に見たら衣装いい感じ。え、めっちゃうまい、やばい、だいぶ書けてきました。さすがでは。どうかな、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 どうかな。コロメちゃん、マイメロなんだけど。あ、すごい、しゅんたさん、うま、ありがとうございます。ありがとう、めっちゃ細かい、ありがとう。そう、なかなか衣装の柄がね、難しくて、ちょっと頑張って拡大して描いてたんですよ。あ、難しいな、どうしよう。でもやっぱり縦のふうかさん、わ、これめっちゃ綺麗。ありがとう。はかりんさん、アイスありがとうございます。ペロペロペロ。炭酸せんべいさん、うまい、ありがとうございます。ありがとう。マーボーハート、ありがとうございます。イエーイ。
タツ、あと千尋さん、伸びしてるありがとうございます。ありがとう、ありがとう。はい、みんなうまいって言ってくれて嬉しい。泣ける優しすぎやろ。カレー食べ過ぎて動けない。あら、ちょっとそれはじゃあゆかたんのショールーム見ながらなんかダッシュしましょうお家の中動けないのにダッシュカレー美味しいですよね。ゆかたんカレー好きです。カレーには一味派です。このうーかさん、リクアの時の衣装やん。そうなんですよ、リクアの衣装着て。あ、アバターゆかたん引いた、嬉しい、ありがとう。嬉しいな、よかったん。はい、ちょっと細かく書いてみちゃいました。ダッシュダッシュ、バランス難しそうね。バランス難しいね。ゆうかさんのヨガ中のゆうかさん書きます。そうですね、頑張ってください。お姉ちゃん頑張ります。マッスル頑張って、イエーイ、よいしょ。なんかさ、いろいろマーカーがさ、何探し中？ピンクのマーカー。ピンクに戻すようにし。ピンク使ってないとか。じゃあチータンがどこだ？あった。こんにちは。こんにちは。カレーには福神漬け、うん。福神漬け美味しいですね。マーボータコさんありがとう。頑張ってます。ナウです。ゆかたん頑張ります。なかなか難しいです。でも負けません。ゆかたんはどんな荒波にも勝ちます。ちょっとお腹が減ってきました。お腹が減ってきました。ペコペコリンチョ丸です。ナウです。むずいむずいむずい、どうしよう、ちょっと待ってやばい。やっぱこれ、この和歌のあれやわ、難関は顔と腕が分かんねやわ多分。うん、頑張って。腕が絶妙に下手くそだって見てこれやばくない誰やばい、誰それは、誰ですか、それ知らないですよ、その人。うかさんですよ、うん、なんかあの友達コレクションに出てくる人に似てる。なんか自分が作ったミニにそっくり。待って、めちゃくちゃ手長い、やばい、長すぎて怖くなっちゃった。ちょっと待ってくださいね皆さん、今手を描いているので。メラミリプリーズ。 OK Let's start speak EnglishA, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N。 急に英語喋りたくなったアルファベットしかも見てください、服かけましたよ。てれーん、イエーイ。あ、バンチャーさん、だるまさん、ありがとうございます。ありがとう。6月28日の公演の登録、あ、そうですね、あ、青原姉妹次出ます。イエーイ、皆さん会いに来てくださいね。ゆかたんは2週間ぶりに皆さんに会います。イエーイめっちゃ楽しみで仕方なくてね、もう踊りたくて、もうこんな感じです今踊りたい、皆さんに会いたいですね本当に。あ、でも結構いい感じ。やばい、1時半までだよ。え、そうなん？飲みすぎ。あ、そっか、ほんまやほんまや。正探偵棒人間でも面白そうやってゆかちゃんも若ちゃんも可愛いやって。ありがとうございます。ありがとうございますちょっとさ、難しい、これやばい、どうしよう。思ってた以上に衣装に時間かけちゃったかも。いや、めっちゃ上手よ。ほんまに？え、待って、結構これさいい感じじゃない？え、ちょっとどう、ん、うまくない？え、ちょっと待って、見てください、どうですか皆さん。
なんともちょっといい？ちょっと一瞬なんとも言えないのであります。どうですかこれ。ゆかたんはなんとも言えないのであります。意外と良くないですか？意外と結構満足です。ちょっとやばい時間が赤いあの肉肉間違えた。やばいよ全く。わかったね。しりとり思い出した。思い出した。ダンサブルさんね、ダンサブルうーかさんよりは結構うまく描けた気がする。なんかでも手がちょっと気持ち悪くなっちゃった。どうしよう。どうしたらいいんだろう。これは凹凸がいるんかな。一回じゃあ顔の輪郭を。わかたん、はい。わかたんです。ごめん。今のはセーフ。申し訳ないでよ。で次黒髪になっちゃった。まあ いや、いろんなうーかさんを描くということで、ちょっと次は黒髪にしてみます。黒髪うーかさん。緑しろん。緑もう前向くたびにだんだんボサボサになってきた。緑。そう、めっちゃ集中しちゃってる。ごめんね。緑ならあるよ。あ、緑あるやん。ごめん。目の前に。こんにちは。こんにちは。絵に集中してください。はい。集中します。結構ね。あ、結構いい感じになってきたかもしれない。ピンク。ちょっと皆さんに完成形を見ていただきたいので頑張ります。私も頑張ります。頑張ります。今ちょっと頑張ってつめつめ中ですよ。あー、よっしゃ行くぞー。はやっサイバー急にミックス。よいしょ。ちょっとね頑張らないとね。ここはここは頑張りどころですよ、本当に。消しゴム貸して。どこ消しゴム。あった？消しゴムない。私が持ちますかね。ここですね。ありがとうございます。いいえ。どうも。あった。ちょっとスカートに、白色のスカートに紫色のインクがついてしまっていた。え、嘘やん。やってまった。やっちまった。やっちまったよ、これは。難しい、めっちゃ。衣装やばい。難関すぎる。じゃあじゃあファイヤーサイバーダイバーダイバーじゃあじゃあトラヒ腎臓セイアマ震度カセットビ状況。じゃーん。ソフトクリームを食べ。あのしばらくしたらあのここだけの話ツイッターに載せようと思ってます。何を。秘密。秘密なんかい。また見といてください。ゆかたんのツイッター。気になるな。吸気性のトレイントレインアカウントね。
トレインアカウントね。NAV トレインアカウントです。ナングラってゲームですか？ナングラはナンバーグランプリ。ナンバーグランプリやったっけ？え、ナンバーグランプリ、ナンバーグランプリ、ナングラ、 NAV グランプリか。ナングラでもナングラって訳されてるの、もともと。うん、ね、わかんない、ナングラやと思ってた。あのうーかさんの似顔絵を描こう、あの卒業ライブを7月15日14日にされるので、はい、それに向かっての、似顔絵を描こうということで、今みんなで描いてます。でそれがね、良かった人が、ね、表彰じゃないけどされます。うーかさん1位目指します。頑張ります。頑張って。頑張ります。いけそう、お姉ちゃんならナンバーワンになります。頑張っていけそうよ。あ、ナングラナンバーワングランプリの略らしいよ。あ、そうなんや。ありがとうございます。感謝です。皆さんナンバーワングランプリ皆さん書いてくださって優しい。ソフトクリームどう食べる、スプーンですくってちゃ美味しくない、もうプリーズガブッと行こう。違う、お行儀悪くていい本能のままだ。じゃ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 、わーごめん、ちょっと待って。モールでデートだなんて無論は出ないけど、試験中だからね、遠くの遊園地行く時間がないから、今は会えるだけで満足しなきゃね、二人少しだけ離れて歩きながら、どこかでハグをしてキスもしたい。優等生じゃないな、ソフトクリーム舐めようよ。あ、なんか褒めてくださってる。わかったわ、うまいというか味があるやつ。嬉しい、ありがとうございます。いいやん、優しいわね。おーベイビースイートに行こう。え、結構できたくない？え、うまっ。見てください、衣装できました。あの色鉛筆でここから色塗るんですけど、一旦できました。イエーイ、イエーイ。ソフトクリームどう食べる、手中ベトベトにしてもいい、制服に垂らしたて一番大切なものは自由さ、バニラを選んだ君だって、チョコレート選んだ僕だって、練習の夏なんだ会議。もう絵描かな。出せ出せ。ペロペロしちゃおうぜ、甘えてやる。はい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 。絵描かないとどうしちゃうよ。やばいよ、私たち時間がないわよ、本当に。あと15分よ。まずい。でも赤は結構できてるよ、もうだいぶ。チーターもあと目描くだけだよ。目を描きます。今はヨガマットを描いてます。なかなかいい気がする、これは。あ、ちょっと顔がさ、面白いことになっちゃった。なんか歪んでる。ん、よいしょ。うまっ。皆さん楽しみにしていてください。ハードル上がっちゃうよ。すごいです。これは。よいしょ。初めまして、初めまして。見に来てくださってありがとうございます。今は加藤優香さん、うーかさんの絵を描いています。今は私はヨガマットの色塗りをしています。やっぱ絵描くのは時間がかかるね。ね。
最初すぐ終わるかなとか言ってたのにな。うん、なんかすぐ描けちゃうとか言ってたけど全然時間かかったね。どうですか、ヨガマット。服の色をどうしようか悩むね。茶色、もうウーカさんのこの写真を見ると顔やばい、ちょっとズボンは黒なんですよ。上手ですか、嬉しい、やった嬉しい、顔が全然描けない。ズボンの色どうしよう、これのやっぱ黒、写真黒やったら黒にするべきかな。いや黒にしよう、やっぱ黒は閉まるからね。上の服はね、ウーカさんが緑、こっちのでもね、ダンサブルさんの方の服の色がね緑なのよ。だから緑じゃない色の方が差は出るかなと思ってるな。なんか顔はもう描けないです。頑張って泣けるほんまに、どうしよう、チーターならできるよ。肝心の顔ができない。チーターなら描けるよ。色塗り完了。ここの上のトップスどうしよう、どうしよう本人おらんくなってるよん？ごめん、下から出てきちゃった恥ずかしい。どうしようかな、首90度ぐらいになってました今配信者不在よかった、真下にいました今。水色、確かに水色に、水色にしよう、確かに爽やかな色。ほんまに難しい、もう目が一番難しいです。頑張れ、うん、頑張れ、うん、どうしよう描けない。どうしよう、集中して曲がってます、体が集中ちょっとね暑い暑いです、非常に今もうあの体内から熱が湧き上がっていますね。クーラーの温度下げますか。下げたいですね、ちょっともう頭がポワ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 です。ポワ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 、なんかウカさん、ウカさんの顔が、え、結構ねいい感じな気がするんだよ個人的に。何がわかんねやろこれ。どうですか、結構いい感じな気がしますどう思う、うまっ、めっちゃ上手。なんかさ
めっちゃうまいよ。うまくいってない。え、十分だよ。もう目が、うまい人の目やもん。え、そう、ダメージジーンズ意識したのよ。そう、やった、気づいてくれてる。そう、これちょっと、あ、うまい。黒のジーンズの色もじゃあ塗ろう。優しさの何やろ、服がさ現実やない、顔がさ漫画やから変なのかな。え、全然変じゃないよ。えやばい、もうどうしよう。あと5分だよ。オーマイガー、いいやん。それでめっちゃ上手やで。大丈夫かなこれ。めちゃくちゃ上手よ。うまいよ、十分。こんなの若に比べたらもう1億倍うまいよ。ありがとうですよ。なんか細い巻かない、これか。結構うまくできてる気がします。どうですか、ハマーくんの周りにはひまわりを描きたいけど、ひまわり描いていたら時間がないのね。ちょっと宿題に します。この後配信が終わってから書きたいと思います。で、あとはあれしたい、文字入れたい。ここにダンスしてるうーかさん、ハワーくん、ヨガしてるうーかさん書きたい。結構ヨガのうーかさんが一番自信ある気かも。これこのうーかさん。真剣です、チータン真剣なうです。うわ、うまっ、うまっ、すごい。皆さんに見せてよ。髪の毛だけ、髪の毛、時間ある。2あ、4分ちょっと待って。じゃあ私はちょっとギフトを読みますね。ゆうだいくん、ハートありがとう。チキンナンバさん、タコありがとう。テイクルーさん、だるまありがとう。けんちゃん、アイスありがとう。さとくん、だるまありがとう。かばやんさん、音符ありがとう。お、ハワーくん、ハワーくんだ、かわいい。いいねもありがとう。じゅんいちさん、ハートありがとう。ジュニアさん、ファイトありがとう。ゆうだいくん、ハートありがとう。みんないっぱいありがとう。ゆうかたん潜水してる。ゆうかたん、シーズンでやってます。おー本人不在。あ、できた、できた。あ、できた。出てきました。髪の毛が、髪の毛もサボになってる。頑張ってまーす。あと3分。いけるかな。ギリギリ間に合いそうなんですけど、間に合わなさそうです。頑張れ。頑張れ。もうできたの？うん。あとはひまわりと文字書き足したいけど、うん、ちょっと終わってから、はい、あの真剣にちょっと最後の最終調整をしたいと思います。了解です。頑張っております。チータン頑張っております。今頑張ります。こんにちは。あれあれあれ。いや、最終調整もねちゃんとしますよ。髪の毛ボサボサ、手伝いなしでしますよ。はい、よかった。もう手伝い気はないのに頭皮やーだー、恥ずかしい。
完成楽しみにしててください。あれちょっと待ってほんまに黒のマーカーどこ。黒あっそう緑やすい、あれ黒どこよ。うわうわ黒これでいい。ああったごめん。髪の毛暴れすぎてボサボサになってる。おお、じゃあせーので見せる。はい、いきます。ちょっと、いやちょっとまだ乗っちゃった。全部はできてないんですけど、できないですけど、じゃあいきますね。せーの、ドーン。こっちもドーン。できました。できました。めっちゃ上手、やばい。おお。はい、いやゆかすごいね。ありがとう。こうちょっとレベルアップしましたか。なんかのえめっちゃうまいよ。この衣装もすごいよねこれ。あ衣装もちょっとでも味が出てる。めっちゃうまいよこのアーモンドクロワッサンのね、はい、衣装上手。ありがとう。その絵飾りたいもありがとう。嬉しいよ。じゃあじゃあランキング見せていきたいと思います。13位ゆうないくんありがとう。13位つうやさんありがとうございます。11位あれださんありがとう。12位たつさんありがとうございます。11位炭酸せんべいさんありがとうございます。あ待って8位テイクルさんありがとう。7位野原しんのすけのすけさんありがとう。6位さくぐっちゃんありがとう。11位炭酸せんべいさんありがとうございます。5位徳島からさんありがとう。10位木戸アイラークさんありがとうございます。3位平八さん9位コウゾさんありがとうございます。2位アンマイシーさんありがとう。8位ダニエルさんありがとうございます。7位ハクリンさんありがとうございます。皆さんありがとうございました。6位富士さんありがとうございます。5位あずまいしんさんありがとうございます。まだ4位ようちゃんありがとうございます。ありがとう。最後最終調整3位マーボーありがとうございます。またツイッターの方に載せたいと思うので皆さん楽しみにしていてください。2位パンちゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。これはねそして1位は国ゆかたん神吉さんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうみんなありがとう。本当に長い間のライブになっちゃったけど、うんうん、皆さんが最後まで見てくださって嬉しかったです。わーい、ありがとう。こちらの皆さんも、こちらの皆さんも、こちらの皆さんも、そしてこちらの皆さんも、そしてこちらの皆さん、こちらもありがとうございました。ギャルだから、ギャルだから。ギャルありがとう。ありがとう。うちらの中に乾杯。乾杯。ありがとう。ありがとうございました。今から公演見ましょう。2時からです。ビッツさんです。イエイ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。